皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ニコリンゲーム正直屋のニコリンです。今回はヘブンバーンズレッドの注意喚起の動画になります。3月8日に新イベントレクイエムフォーザブルーが来ました。こちらのイベントは右上にも出てるんですけれども、水瀬いちご、水瀬すもも、そして交換所ではヒイラギ小杖が入手できるという 31B に重きを置いたイベントになっています。アップデート後に起動した際、あるイベントムービーが流れるというのを見た方かなりいらっしゃると思います。実はこのムービー、2章をクリア後の方に流れるんじゃないのって思った方多いと思うんですけど、最近始めた方、そして2章をまだクリアしてないよっていう方にも実は流れてしまうっていうのをいろんなところから耳にします。私個人としては重大なネタバレがこのムービーには含まれていますので、まだクリアしてない方、最近始めたっていう方にはスキップを推奨したいというようなものになります。ネタバレを気にしないよ、ネタバレされても大丈夫だよっていう方は見ていただけたらと思うんですが、1、B 作品の大ファン、そしてヘブンバーンズレッドを楽しく遊んでいる1プレイヤーとしては、笑いもあれば悲しみもある、泣きもある、驚きもあるっていうのが B 作品のシナリオのすごい見どころだと私は思ってますので、できれば第2章をクリア後からしていただきたいというところが強いです。ですのでスキップを押して、今回は見ずにまずストーリーを楽しんでいただいてから、しっかりとイベントの方で、あ、こんな話があったんだなっていうところを楽しんでいただきたいと私はプレイヤーとして思っています。今回はあくまで私の正直な気持ちを述べた動画となっておりますので、賛否両論、皆様ね、いろんな意見があるとは思いますが、一人でも多くの方がネタバレをもらわないようにというところでしていただけたらと思います。なんとか2章未クリアの方には流れないような、そんな方法がヘブンバーンズレッドの方で調整していただけないのかなというのを心から願っております。短いですが、今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。これからもヘブバンプレイヤーの皆さんが楽しく、面白おかしく、泣いたり笑ったりしながらゲームができるように、この動画の締めとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。まったねー。